イスラム教の宗教行事であるラマダン断食月期間中各地のモスクは大勢の信者でにぎわうだが新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受けてイスラム諸国は4月下旬に始まる今年のラマダン期間中のモスクでの礼拝を禁止例年多数の巡礼者が押し寄せるサウジアラビア西部の聖地メッカのカーバ神殿も不気味な静寂に包まれている。